ねえ、あのさ、今日取材するこの人誰？いや、僕も何も聞いてないけど。なんだか突然ブッキングされたっぽい。そうなんだ、急に呼ばれたからね。確かにナスターシャ・イグナシオ・ダ・シルバってあるんだけど。誰？だから知らない。どこの人？南太平洋の国ニューへの超有名女優だって。何しに来たの？超娯楽大作映画ザ・ホゲミウンの宣伝。ホゲ知ってる？知らん。調べても全然出てこないのよ。あ、そういえばニューへって行ったことあるかも。本当に？10年くらい前に昇進旅行で。昇進したんだ。それはもう。アマンダムさん、はじめまして。今日はよろしくお願いいたします。はい、よろしく。こちらへどうぞ。え、どうしました？ああ、ここに座ればいいの？はい。なんか小さい部屋ね。はあ、すいません。準備？ OK です。はい、了解。それでは時間もないということですので、早速始めさせていただきます。よろしくお願いいたします。アルバカスカルバスカリのドニア、よろしくお願いします。日本語上手ですね。ではインタビュー始めさせていただきます。よろしくお願いします。まずは今回来日された目的が映画ザ・ホゲミウンの PR ということですが、初めて日本に来られてその印象はいかがですか？ホゲミウン発売韓国に連れていってもらっていいんだ。お、まさまな、あたとこと、とぱんてんださまね、とまんてくれ。初めて日本に降り立った時、あまりの人の多さに驚きました。とてもびっくりしました。シルバさんの国はそれほど人口が多くないのでしょうか？あんざにゅえはこしたらおひるるはんよは。あんがまなん、すまなんぞ、うんてもなんぞ、そうなんまない。そうですね、そんなに人は多くありません。小さい国ですから。そうなんですね。しかしシルバさんの国はとても自然が多く平和な国とお伺いしております。あんちゃつあざらにゅえはくばくしとるびてるはおりりだうや。まなかだんあでんともなさんたってぱんどこそあたんのななにもないくん。そうですね、とても自然は多いです。日本のようなコンクリートジャングルとは違いますね。はあ、そうなんですか。私も一度行ってみたいですね。アップルスカラダルニューウェイハートポケティルラ。トグさんとね、そまん、ハートグマンってとね。もちろん日本なんかと違ってとても素晴らしい国です。日本なんかと違って、シルバさんは現地ではものすごい人気の女優さんということで、国の大統領とも親しいとか。あそこからシルバが連れてんだ、ほぼ自分の範囲だ。あんたさ、そんななんか止まなかったな。そんななんかさ、そんなんて止まらないけん。はい、私は現地では英雄として扱われています。なんせ金満日本からお金運んできますから、大統領も大喜びです。ちょっと、本当にそう言ってます？あとこれしか思わない。ちょっとん？訳さなくていいです、それは。いいんですか？むしろ。で、この人なんかやったら挑発的なんですけど。そうですかね。まあ、その割にはえらく笑ってますが。よろしくお願いします。本当に通訳されてますか？もちろんです、しけな。そうですか。じゃあ、続けますね。よろしくお願いします。ではシルバさん主演のザ・ホゲミウンですが、どんな感じのお話なのでしょうか？ザ・ホゲミウン発売コーヒープリディルワンダー。このまた自分のサンダーマガダンスをしてあんなマジガンのハンバーガーとどうもがたぶんさんどうもがたぶんさんあっ
そう、だからそう、でもあの、そう、だからそう、だそう、まだことさ、そう、まだなの、そう、なの、あの、こう、まに、そう、もう、なんか、そう、ま、いぎ、あ、おなか、そう、さ、なの、だ、もう、なんか、どう、はぁ、なんだ、もう、なんまねんの、もう、なんか、おなか、もう、なんまねんの、ほんだ、ほんだ、ほんだ、ほう、ほう、たまってか、そう、ま、ほんだ、もう、なんか、そう、あんた、ほんだ、そう、そう、ありしん、めんねんのこ、あんまりさ、たぶんね、はい、おい、ね、恋愛ものです。よろしくお願いします。それで終わり？アトロケティカだから訳すな。それで終わりですか？はい。いや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 、この人今めちゃくちゃ喋りましたよね。そうでもないです。いや喋りましたよ。だから簡単に言うと恋愛もの。ちゃんと訳してもらえませんか？訳してますよ。さっきから失礼ですね、あなた。訳してないじゃないですか。この人今ものすごい熱弁。だから簡単に言うと、そういうのいいですからね。ね、そのまま伝えてもらえますか？あ、もうわかりましたよ。主人公の花子が転校初日に遅刻しそうでパンをくわえて走っていたところ、曲がり角で男の子とぶつかり、なんだんだよお前、あんたこそ何よ、今遅刻しそうに急いでるんだよ、どけよ、あんたこそどきなさいよ、嫌だ、私も嫌、なんなんだよもう、それはこっちのセリフとか言ってたら遅刻して、クラスの最初の挨拶の時にその男の子と再会して、あ、さっきの嫌なやつ、さっきの嫌なやつ、で、周りのクラスメイトから、なんなんでお前ら付き合ってるのか、聞けよ聞けよ、ヒューヒューやめてよまーとか言ってたりして、その後吸ったもんだよ、いちゃつこう話です。っておかしいだろ、そんなこと言ってないだろ。あなたにこいつの何がわかるっていうの？こいつって言うな。よろしくお願いします。ちゃんと訳してくださいよ。だから訳してますってば。パン加えた女の子が曲がり角でぶつかるのは日本の伝統芸能でしょ。いや、こいつの何を知ってるの？こいつのことは知らないけど、おかしいのはわかる。エスパーか、あんたは伊藤か。そもそも何、日本のこと嫌いなの？何が？いちいちトゲのある言い方しやがって。だってこいつがそう言ってるんだから。そんなヘラヘラ笑っているようなやつがそんなこと言うわけないでしょ。言ってるんだってば、ヘラヘラ笑いながらさ。もういいです。次行きます。今回の映画には初のキスシーンもあるということですが、初めてのラブシーンの感想を教えてください。ラブ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 シーン、ハチペファンデラ。はぁ、あ、ま、たまね。この記者ムカつくわ。それはあんたの感想でしょうが。こいつがそう言ってるの？こいつがそんなこと言うわけないでしょうが。だからこいつが。もういい。最後の質問。日本のファンに向けて何か一言お願いいたします。だから日本嫌いなんだよ、さもしい心の人間ばっかでよ。日本で何があったんだあんた。私じゃないですよ、こいつが全部言ったことですから。そうか、こいつか。こいつが言ったんだな。こいつです。よし、わかった、こいつだな。そう、こいつ、全部こいつだな。もういい加減にしろ。黙って聞いてりゃむちゃくちゃ言いやがって。そこに座れお前ら。なんで？わからない。いいから座れ。座ってますけど。床に座れ。あんな失礼なことを言ってよくもまあ。なんか変なこと言いましたっけ？さあ。さっきまでの殺伐とした関係はどうした？別にいがみ合ってませんよね。はい。あることないこと勝手に翻訳しやがって。あらすじなんてめちゃくちゃだったしね。いや、あれはそのまま。パン加えて走ったの？うん。でもさ、なんでそんな日本語？ああ、それは時代劇専門チャンネルに登録してるんで。渋いな、おい。日本なんかにお金落とすなよ。っていうか、なんでそんな日本嫌いなの？それは…マリアンヌ！何？びっくりした。思い出した。ようやく思い出したようね。え？何？わからない。急激なストーリー展開に全くついていけない。10年前の昇進旅行、そこで出会った一人の女性。そう、それが私。そこで私たちは恋をした。
一生に一度と思うくらいの激しい恋。しかし私には故郷がある、仕事がある。彼女の精子を振り切って日本へ戻ったんだ。私は三日三晩泣いて思ったわ。いつか日本にあいつに復讐してやる。そしてこいつのお供で、こいつって驚いた。あなたがいるんだもん。でも全く気づいてくれなくて。君がそんなに老け込んでいるとは思わなかったから。そしてただただ私は日本の悪口を言うだけで精一杯だった。君は昔から優しいからね。もし私が日本に来たら一緒に行こうって話してた場所覚えてる？もちろん、喫茶マウンテン。そう、10年前の約束今果たしてちょうだい。ああ、行こう。どうしましょう。私たちも行きますか、喫茶マウンテン。いや、いいです。ですよね。